お、あ、妖怪ウォッチの BGM。 So this is the infamous forest. お、キンギーの主人公とピカチュウ。 There are all kinds of rare Pokemon live here, but whoever enters it never comes back. あ、ピカチュウの声かわいい。 With you by my side, there's nothing to worry about. 妖怪ウォッチの世界に入り込んでしまったみたいな感じか。 お、ピカちゃんもある。 It even has a coin slot on it. 100円で100円。 These are actual Pokeballs. They're super cheap. チープ言うな。お、あ、ウィスパー。 What the hell? 出てくるの、ウィスパー。ポケモンとして、確かにモンスターボールとガチャって似てるもんね。入れちゃうの、イントゥグルンチョラン。あー、出てきたウィスパー。ポケモンと妖怪ウォッチ、夢のコラボレーション、よろしく。向こうでもウィスパーのことウィスパーって言うんだね。へえ。I never heard of a Pokemon named Whisper. That's because I'm a yokai. Yo, mama. 妖怪のことを向こうでも妖怪って言うんだね。ゴーストとかじゃないんだ。へぇ。What do you mean by effect? Look, it's quite simple. Have a look with this. おぉ、妖怪ウォッチ。What did you put in my hand? くれるの？あ、すげえ、ドットが。Go ahead. Use it on that tree, okay? あそこを調べて、何が出てくるのかな？ジバニャンかな？その音、サウンドエフェクトは何なの？あ、セミマル？あ、セミマルだ。なんでセミマルなんだろう。ピカチュウ VS ジバニャン見たかったのに。おお、妖怪だ。お友達になりましょうみたいなね。なるほどね。え、違う、ポケモンの世界とは違うよ。うん、そう。え？サンダーボルトって電気ショック？はあ！セミマルオーバーキルじゃないですか。いや、やめてあげて。もうセミマルのライフはゼロよ。ああ、いじめないであげてお願いだから。セミマル逃げて、超逃げて。あ、ウィスパー助けてあげてよ。ピカチュウ、ピカチュウ、妖怪メタルゲットしちゃったよ。強奪だよ、そんなの。え、ウィスパーはだ。その後、ウィスパーの姿を見た者はいなかった。お、あ、サトシとピカチュウでいいんだよね。すげえ滑らかな動き。うん、あ、トレーナーバトルしてたんだ。強奪じゃねえかよ。悪い顔しちゃって。あ、武蔵と小次郎だ。あ、この世界でもあんまうまいこと言ってないんだよな。いや、すはら。あ、出会ってしまった。因縁の対決。顔芸やめろ。なんだかんだと聞かれたら。いや、言わせてあげてよ。あ、ピカチュウだ。かわいい。え、たけしさん、たけしさん、ケツ狙わないで。あ、ベトベターだ。いけ、静電気使うんか。電気ショック。まあ電気ショックだったらそれぐらいなのかな。ビリ、あ、痛い。冬場はきつい。あ、いいぞ。あ、まめっちゃガンシャ、そんなものは効かねえぜ。お、雷、これでカツル。あ、ピカチュウ、あ、ピカチュウ、なになに、あ、怖いんだけど。あ、薬物依存。ああ、進化した。メガ進化。アローラの姿。ピカチュウ逃げて。さあ、ホラン展開やめようぜ、マジで。あの、ベトベターの吐く息に、こんな効果があったなんて。なんでタケシ出てくんだよ。なんでタケシだけ老化してんの、これ。ぐるんぐるんいってる。なんでストライク出てきたし。はあ、ピカチュウがかわいそうだよ。はあ、トリップしちゃってる。薬ダメ、絶対。甘い誘惑に乗るとこういうことになるんですよ。ピカチュウみたく、もう元の世界には戻れない。一度ハマってしまったら抜け出せない。それがドラッグ。ダメ、絶対。はあ、お空飛んでる、気持ちよさそう。あれ、ベリッパーじゃないの、モンスターボールが飛んでるんだけど。捕まりたい願望かな。あ、たけし、かすみ、さとし、やっぱりこの3人が一番だよね。ビリリ玉とかメタモンとかいるよ。
そして真理の扉、あ、透過交換されちゃう、溶けて、なんなのこれ俺まで頭がおかしくなりそうだよ。ピカチュウ戻ってきて、はあ、自分自身に食い尽くされていく。そして蜂蜜になりプニキに食べられてしまう、はあ、魂が天へ召されラフレシア悟り開いてんじゃねえよ。え、あ、終わった you can keep him. そこは謝っとこうぜ。